えー、はっしーですイエーイ <laughs> いやーは <laughs> ークーはい。えー、今日ね、あのー、二つ目の話をしようと思います。実は昨日の大嵐に、ま、あ、たくさんの方からグッドタイミングでお電話をいただきました。もうひっきりなしでした、電話が。うん。電話を切っちゃ次の人。 電話を切っては次の人っていう感じでね。なんかもうお話をね聞いてるんじゃないかって。だから電話を切り終わるのを見てから電話してくるのっていうタイミングでかかってくるんです。これが昨日不思議だった。何なんだろう本当に。なんかね、あの、昨日の天候は、なんかね、えっ、ー、と、宇宙が怒ってるのかなもういい加減にしろって。 お前たちいい加減目覚ませっていうような、そういう天候だった気がします。その中にあって、こう、いろんな電話が入ってきました。うん、まず1個目。僕はあのー、裁判の出頭ね、6月20日っていうふうに指定されたんです。で、なんとですね、いや、どうしよう。6月20日で実はね、お話し会が入ってるんです。奈良で。うん。これ中止にしなかったらダメなんって思ったんです。だけど、 一方的に6月20日に来いっていうのも変でしょって。なんか弁明できないのかなって、実は思ってた。うん。で、昨日まずは、勤めてた会社に連絡。そして、えー、勤めてた会社の、えー、保険会社に連絡ということで、まあ、その、えー、連絡待ちをしてたんで、その様子を見てから、これから裁判所へ僕電話するんだけど、そういうタイミングにいたら、 なんとだよ。なんと。三人の方が僕に LINE、電話をして、アドバイスしてくれた。すごい。元私はこうこうこうで裁判所で仕事をしてたとか、私、霊的能力が強くて、その捜査として、捜査でですよ。行方不明者の捜査で私はこの霊的能力を使ってたんです。 そしてその時に裁判所によく行ってたので、とか。それから、こういったことの事情ね、警察との関係が詳しくって、相手はよっぽどのプロで、ね、本当のこれ目当て、これね、これ目当てで、わざと、その、保険会社、そしてかが、要するにその事故を起こして3年を超えるとね、どうやら、基本的には、要はもう、 あの、交渉が成立しなかったっていうことで、もう終わっちゃうんだって。うん。保険会社が入る余地がなくなる、そういうなんか、ルールがあるんだそれが終わるのを見越して、直接訴えに入るという、こんな稀なことっていうのはね、ほとんどやんない。だからもう、プロの技、プロの仕業なんだって、<laughs> こういったことを教えてくれました。うん。で、まあ、でも、 最後は正義が勝つ。だからちゃんとやってれば、なんともないから安心してねって、まあ、結果としてはこれが答えね。それから、えー、裁判の日程も、ちゃんと、えー、その日がどうしても外せない用事があるという証明さえあれば、日程の変更、こういったこともできるから、そんなに慌てる必要ないよっていうことをアドバイスくれました。で、何が言いたいか。こうやって、本当にね、 もう神のことをやる。それも命、まあ、命をかけてって言わないね。人生をかけて今僕動いてるわけですで。仕事してないんですよ。本当に仕事し、だからいただいたお話会のその参加費とか、そこから、え、ちょっと愛の感謝箱でサポートしていただいたお金を、このお金でなんとか、 ね。あの、ギリギリ生活を、うん、こう、さ、も、持たせながら、あのこう、えー、こう、生活を回しながら日本全国回ってるんです。そんな大儲けなんか一切してないです。本当に。だけれども、この熱意に、たくさんの人が、本当にサポートしてくれてます。ね。で、もう、お試しだらけです、僕。うん。ね。 もう気づ,気づき上げた、この、えー、この先進の輪ね、ね、うん、菩薩下座業の輪ができたにもかかわらず、その中で、幹事さんが何人も僕の前から去ってった。うん。橋本、やっぱりおかしいとか、変なこと始めたとか言っちゃ、もうバーっていなくなった。とか、今回で言えば、裁判でね、訴えられて出頭命令だ。とか、うん。 他にもいっぱい細かいこといっぱいあるんだけどもうねどんなにねあのこうなんだろうなこう世のため人のため、うん、もう一人でも覚醒のためにってこう突っ走っていくとやればやるほど次の波がやっていくんですよドカーンドカーンって、うん、でもそれをねもう関係なくもう突っ切っていくわけですよボーンって僕ガーンっていっちゃうわけうん。 そりゃやっぱり反動でかいよね。あの人に、場合に、あの一時はね、霊的にこう、サイキックみたいなことでね、腰が痛くなったり、頭痛くなったりさ、そういう,こう霊的な攻撃なんかもいっぱい受けたよ。だから、相当厄かみっていうかな、あの僕に対する妬み、曾根み,み、うん。あ、もうひどい人には呪いだろうね。うん、精神で言うとこの、こういったことが多分、相当、 やっっぱりあったんだと思うよで特に僕の言っている「先進見たま磨き」を本気でやると覚醒しちゃうからそれも波動がめちゃくちゃ上がるのね波動がめちゃくちゃ上がるから本当の高次元の神だとか宇宙人の善良な人たちのエネルギーがバーンってその人のところに入ってきてね勝手にチャネルリングが始まっちゃうの勝手にねテレパシーで「 通じ合っちゃうそうすると、悪にとって、うん、ね、地球を支配しようとしている、やから、自分がトップに立ちたいとかっていう、そういうエネルギーの強い、ね、人たちからしてみると、もう、邪魔で邪魔で仕方ないんだよ、僕みたいな。<laughs> だから、もう、どう、もう、ありとあらゆる手を使ってね、攻撃に入ってくるわけ。まあ、そういったことが、本当今回よくね、 わかりました。うん、で、えー、次ね、今回、ちょっとまだ今の段階ではね、あのほとんど情報をオープンにできないけど、一人の、えー、すごいあの霊的能力の高い女性が僕のところに連絡くれました。うん、テレビにも何度も出演している方です。そして、えー、警察の行方不明の捜査に、 えー、その霊的能力を使って、えーえーそのえー、犯人の割り出しとか、えー、その行方不明の人の、えー、場所を当てるとかねまあそれからその、えー、ここねすごくオブラートでね言っていいことと悪いことがあるからこれ以上のことはちょっと言えないんだけれどももうとにかくもうテレビに出ても売れっ子だった。 そのまあ、じ占い師としてだよ。占い師としてもう世に出てたっていう人なんです。でも実はもう霊的能力高いわけ。占いと言っても、もう,かもう霊的能力が高いのよ。だけど、なんだろう、まだ時代が早いから、占いという、その、なんていうのかな、形をとって、そして相手の,その心の内、前世、 うん、そして、えっと、魂の声を教えてあげて導くみたいな、そういうことをなされてた方らしいんですね。けれども、この方も結局自分も世のためにやってお、いるんだけれども、やはり神様からいろんな試練を受けるわけです。身体的なね。でも、今、ようやく、ね、また改めて表に出てもいいと。 いうタイミングなんですそして僕のところにアプローチが来たじゃあぜひ一度お会いしましょうと、ね、ぜひ一度、えー、どっかであのお会いをしてそして、えー、これからあの今までの蓄積した自分のその霊的能力こういうスピリットこの宇宙から頂い,いてるそのメッセージこれをどんどん宇宙にち皆さんに発信してくださいと僕を使って発信してくださいそしてどんどん有名になってってくださいと。 いうような話を今昨日したところですもう興奮冷めやまらないです <laughs>、うん、まあそういったことそれから、えー、最後ちょっと全然話違うんですけれど実は7月5日に平立神宮に、えー、ツアーリトリートであの,あの日本全国から行きたい人を、えー、集めてみんなで参拝に行こうってことが決まりましたこれは九州の幹事さんがタッグ組んでくれたんです 熊本、福岡、大分、ね。ここら辺の幹事さん方の有志が、ボランティアが集まって、そしてみんなで、とにかく平立に行こう。ね。平立神宮に行って、もう一度心を清めて、先進を軸に人生を切り開いていこうっていう風になったんです。で、この平立神宮っていうのは、田原隅さんが初めて神様に降ろされた 場所として有名なんです。平立神宮っていうのは。ね。えー、大分県、そして、えー、熊本県、うん、それから宮崎県っさかな、ね。この、とにかく県境の山の中にあるそうです。ね。僕、ちょっと土地勘がないからよくわかんないんですが、ここを、とにかく、あの、お参りに行こうというふうになりました。うん。 で、どれぐらいの方がね、当日集まるかわかりません。7月5日です。うん。この日に、あの、標準を定めました。ね。もちろん、近藤幸次郎さんも来てくださいます。そして、その後、えっ、ー、と、お話し会に一緒に九州を回ることになってます。ですので、一人でも多くの方、ぜひ、この先進のエネルギー、ね、見玉磨き、内観、菩薩下座業、ご法度の心、ここを、えー、求めた、 何て言うかな、厳しい神様です。厳しい神様。しかしそこに自分の意識を合わせるんだ。自分も分け身玉だからそこに意識を合わせるんだという強い信念のある方は、ぜひ、ぜひここに集まってください。そして横のつながり、ね、本当に先進を本気でやろうっていう人が集まるんですので、集まりますのでね、その横のつながりは本当に波動が高いです。 そこでのコミュニティをおすすめしますのでどうかどうか注目してください。ありがとうございます。